行けもののけども、一見シコンの玉を奪ってこい。シコンの玉はクマラに最大の妖力を与えてくれるぞ。犬夜叉、なんという数だ。うるせえな。犬夜叉、戦いをやめて。俺が慣れるさ。だがお前を人間に、その時私は玉を守る者、犬夜叉。俺は人間になる。貴様のような死ね。いい加減にしやがれ。畜生、畜生、利用して。お前はそう言ったじゃねえか。なの、至高の玉はこの。至高の玉はこの社の中だ。
これさやか。イズヤちゃん、聞けよ。よくも。俺はこのまま死んじまうのか。まあそれでもいいか。聞けよ。こんなことになってもやっぱり俺はお前のこと。妖怪の体内で光った。カゴメはスコンの玉を取り出した。あった。玉をよこせ。え？なんで私の体？そうさ、俺の爪の絵。犬やし、卑怯。ついておいで。あんたはなんでしそやつ汎用言うババア。わからんかね。お主も封印。へえ。ってことはあれか。卑怯おね。お主を浜のや。お姉様。飛行の玉は私があの世に持っていく。
へえ、そうだったのか。そりゃせいせいしたぜ。犬夜叉よ、カンオネ、お主はおそらく桔梗お姉様の生まれ変わりなのだ。なんだと？ムカデみたいな化け、妖怪が暴れる。それお裾分け。なんだその子。村の人が何企んで。犬やしゃ、ほら。おい、くそ。
作法一でもってね。まずバトルモード、さっき新しいレベルアップ素材をクリックして、レベルアップ素材を選択して、新しいスキルを、こっち見てみて、新しいスキルを見てみよう。キャラのレベルがアップするほど任務をクリックしてストーリーを始めよう。早くあの鳥を追わないと。逃がすか、チキショー。そんなの、何やってる、早く相手。カゴメの放ったとよ、すなわち、だが、カゴメ、お主、いいのか、てめえ。バトルモードを俺で祈れるようになったよ。毎日無料で祈るチャンスがあるよ。新しい主人公獲得のチャンスだ。これで彼女が気に入ったらレベルアップ素材をクリックして。